ご覧いただきありがとうございます。素材の臭み消しのハーブとして煮込み料理に欠かせない月桂樹。そんな月桂樹にはパルテノライドと言われる抗炎症成分が含まれていて、関節炎やリウマチの痛みを素早く軽減してくれると言われています。また若返りのハーブとしても有名なローズマリーにも炎症抑制効果があるため、関節炎やリウマチ、神経痛などの症状に効くと言われています。そこで今回はそんな有効成分をダイレクトに取り込んだ関節などの痛みに効く痛み取りオイルをご紹介します。月桂樹の葉を洗い、カラカラに乾燥させます。スーパーなどに売っているローリエを使ってももちろん大丈夫です。葉を軽く揉んだら小さくちぎります。ローズマリーは洗い、葉を取ります。乾燥したものでも作れます。オリーブオイルを用意します。小さめの鍋にオリーブオイル、月桂樹、ローズマリーを入れます。先ほどの鍋より大きい鍋を用意して湯を沸かします。沸騰したら中火にして材料が入った鍋を入れて温めます。たまに混ぜながら30分ほど温めます。30分経ったら粗熱が取れるまで置いておきます。ザル、ボウルなどを使ってオイルをこします。あらかじめ煮沸消毒しておいた保存瓶にオイルを入れたら出来上がりです。私は毎晩痛みのあるところに塗っています。使い始めて1週間ほどで症状が治まった人もいるそうです。